向け進行。この方角には最新鋭の太陽発電基地があります。電気が欲しいのかこいつは。アスカ、先行して奴の足を止めろ。ラジャ、晩飯前に片付けてやるぜ。アルファ号より脱出しました。よし、これ以上怪獣に接近するのは危険だ。トルネードサンダーで一気に粉砕する。ラジャ、トルネードサンダーとはアルファ、ベータ、ガンマ号の全エネルギーを集中し打ち出す最強の必殺武器なのだ。これじゃ奴の正面に回れない。これ以上発電基地に近づくと誘爆の恐れが生じてトルネードサンダーが撃てません。くそ、なんとか怪獣を交代させないと。Yeah!
怪獣の撃破により事件は終結したかに見えた。だがそれは本当の恐怖の幕開けにしか過ぎなかったのだ。どんぶらこ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 。見事だったよな。俺たちスーパーガッツとウルトラマンダイナがいればまさに無敵だね。地球の平和は任しとけ。なんすか。ええ、まあ、あ、そうか。お前は素直に喜べないか。そう、もう少しでアルファ号を潰すとこだったんだし。まあ、あの場合はさすがの俺様でもね。まあ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 、何の被害も出さずに会場を仕留めたのは上出来だった。この調子でこれからも頼むぞ若造。はい、スーパーガッツ作戦指令室です。街のあちこちに怪獣が。そこら中真っ暗じゃん。あそこ。うつら、今朝やっつけた怪獣に似てないか。まさか子供？あの敵討ちか。電力が停止、完全に怪獣に制圧されました。 B 地区、S 地区、GO 地区、被害が爆発的に広がってます。うん、これで何箇所だ。敵は一体どれだけの数いるってんだ。今、被害地区の地図をモニターに出します。うん。何よこれ。正確なカウントではありませんが、各地に出現した怪獣の数およそ2000。2000だと？勝手に電気を食い荒らしやがって。このままじゃ今夜中に都市機能は完全に麻痺しますわ。でも一体どこからこれだけの数の怪獣が出てきた。なんないもの。うわっ、やろう、カガ、振り落とせ。
と信じられるか。大変だ、生き返った。再生した怪獣のあまりの多さにスーパーガッツも全く手の施しようがなかった。あの怪獣どもはバラバラになった破片の一つ一つから再生したというのか。それが事実なら奴らは不死身ということになる。下手に攻撃をしてもその数を増やすばかりでしょう。主要感染施設は壊滅、市民も突然の暗闇に完全にパニック状態だ。敵を一刻も早く完全に殲滅する必要がある。くだらん議論よりまず攻撃だ。権藤参謀、数が多すぎます。銃器も使用できないとなると。破壊せずに焼き払ったらどうだ。ナパームならきっと効果がある。 TPC の陸戦部隊なら敵の1000や2000、相手は都市の全域に広がっています。それを全て焼き払うことはまず不可能かと。第一、市街地でそんな大火力を使用することもできない。だったらどうする。このまま被害が広がっていくのただ指をくわえて見てろと。一つだけ敵を殲滅できる可能性が残ってます。なんだね、その可能性というのは。怪獣をまた一つの個体に戻し焼き払うんです。本当にまた一つに戻ったりするんですかね。あくまで可能性だけど、昨日の戦闘で得たヒントが正しければの話なんだけどな。昨日の戦闘？ガッツイーグルだよ。大きな電気エネルギーを必要とするトルネードサンダーを撃つために必要な条件とは何だ。言ってみろ。3機のイーグルを合体させるでしょ。そう、つまり怪獣もより大きな電気エネルギーを吸収するにはそれだけの受け皿が必要なんじゃないかってことなんだ。なるほど。この発電基地に蓄えられている電力量は都市全域約半年分の消費量に匹敵する。それを放電し奴をおびき寄せて TPC 陸戦部隊のナパーム砲で完全に焼き払う。作戦実行は深夜0時の予定だ。近隣一帯の電力を一時的にストップ。同時にこの基地の放電を開始する。ラジャー、これだけの火力なら問題ない。必ず殲滅できる。小田隊員。なんだ。あの怪獣なんで電気なんて来るんですかね。そんなこと俺が知るか。奴らが地上に出てきたために都市から電気が消える。考えたんですけど、奴らもしかして。やな空だ。一雨来そうだな。作戦開始。都市部への全送電を停止してください。はい、放電停止します。放電停止完了。トラップフィールドへ放電開始。成功です。怪獣たちが発電基地に向かい移動を始めました。よっしゃ。あ、エサに食いついた。ここへの到達予想時刻は？はい、約40分後です。位置がつかめたら教えてください。はい。おかしいな、予報では今夜は快晴のはずなのに。落雷で？おい、冗談だろ。ああ、怪獣たちが。うっそ、せっかくうまくいってたのに。そう、怪獣が参加します。攻撃開始。敵も逃がすな。
にまとめなければ殲滅できない。雷、放電、アスカ、何をする気だ。そうか、ダイナは自分の体を帯電させて怪獣を一つに固めるつもりなのか。問題はここからだ。この厄介な怪獣をどう倒す。風になれダイナ、星になれダイナ、宇宙も人を飛び、みんな衝撃波で宇宙空間に突き出したミニブラックホールへ怪獣を投げ込んだ。乾杯。恐ろしい怪獣だったね。まあ俺たちが無敵だなんてとんだ思い上がりだったよな。あ、そういえばすか、俺に何か言いかけたよな。なんで怪獣が電気を食うのかって。ちょっと思っただけです。奴らがこの地上に出てきたのはもしかしたらこの星の意志じゃないかって。この星の意志？例えば俺たちに何か大切なことを忘れさせないために。いつからか人間は本当の暗闇を忘れて人工の光に満ちた街の中でだけ生きるようになった。宇宙の闇もきっとそのうち。だがな、人間は前に進むしかねえんだよ。大切なことを忘れたり思い出したりしながら未来という名の光を求めて前に進むんだ。ねえ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 、知ってます？アスカったね、昨日の戦いで電気人間になっちゃったんですよ。はぁ、ほら、えっ、俺は電球投げじゃないっちゅうの。おいおいおい、静かにしよう静かに。困ったやつだな。勇気がある限り夢
は必ず叶うよ。涙が溢れるまま Hey! Hey! 走り出せ。赤い地平線の彼方、明日があるのさ。誰よりも何よりも君だけを守りたい。いつまでもどこまでも君だけを守りたい。ウォーウォーウォー叫ぼう。元地上絵の研究家秋月博士の家で目撃された3人の怪人。南米上空には地上絵とよく似た怪獣が現れた。次回ウルトラマンダイナ禁断の地上絵、お楽しみに。